ました。お兄チャンネル、はい、ありがとうございます。さあ、ということで、はい、今回はですね、うん、声の人に新喜劇のもじゃ吉田君に来ていただいております。どうも、吉本新喜劇のもじゃ吉田です。パーフェクト、はい、ということで、ね、なかったことにすな、おい。パーフェクトって何ですか？僕パフェ芸人というのをやっておりまして、うん、もじゃ吉田のパパパパパフェチャンネルというのがありますので、ぜひ皆さん登録よろしくお願いします。そうなんですよね。一応このチャンネルの概要欄の方にはね、はい、一切載せておりませんので、まあ、ないんかい、自力で配信させていただいております。なかったんかい、はい、さあ、ということでですね、今日ね、もじゃ君、はいはい、なんで呼ばせていただいたかと言いますと、そうですよ、実は僕が発注していた絵が完成したので、それを開封していきたいと思います。僕ね、ちょっと引っ越しをねしまして、今まで YouTube 部屋っていうのは実家を使ってたんですけども、はい、知ってますよ。そうで、まあぬいぐるみとか置いたりとかしてたんですが、はい、今回ねまた引っ越しをねしたことによって、はい、また新たに僕の部屋ができましたんで、なるほど、まだできてないんで、ちょっとどう改造していくかっていうのは決まってないんですけど、はい、とにかくでもそこには絵を飾りたいなと思って、はい、なるほど、確かにちょっと一個夢ですよね、部屋に絵を飾るっていうのは。そうで、まあ既製品の絵もいいんですが、はい、ちょっと僕の知り合いに、はい、僕が大好きな絵を描く方がいてまして、その方はクライさんっていう方なんですけど、クライさん、クライさん、はい、CRY クライさんなんですけど、はいはいはい、でその方の絵がめちゃくちゃ好きで、うん、特にその方もめちゃくちゃ競馬好きなんですよね、はいはいはい、はい、自分で馬の絵めっちゃ描いてるんですけど、それがとてもキュートで可愛くて、なるほど、あんまね他では見たことないような絵で、僕それがずっと気に入ってて昔から、はい、で馬小屋の店長っておったじゃないですか。ああ、もうもちろんもちろんです、はい、その店長が紹介してくれた方で、はい、初めて僕に誕生日プレゼントで、うん、タイキブリザードっていうのが僕一番好きやから、はいはいはい、その絵をそのクライさんに頼んだやつをプレゼントしてくれたんですよ。それがめちゃくちゃ良くて、いろんなジョッキーとか、はい、調教師さんが、うん、例えばめでたいこと起きるじゃないですか、はいはい、何勝達成とか G1 勝ったとか、ね、その時にお願いしてね書いてもらってクライさんに、おそれをジョッキーや調教師の方にプレゼントしたっていうこともね何回もあるんですよ。ちょっとすごいなこれ。そう、それをもらったジョッキーや調教師の先生、はい、全員喜んでました。すごい、この YouTube を機に、うん、殺到するんじゃないですか。いや、これクライさんすごいのよ。いや、でそれを、うん、要は今回、はい、いつもなんていうん、これぐらいのサイズ感の絵で、なるほど、プレゼントやから、うん、プレゼントやからしてたんですけど、はい、今回僕の部屋に飾るからちょっと大きめの絵描いてもらったんですよ。うわ、すごっ。描くのはクライさんなんですけれども、はい、そこにちょっと馬小屋店長をコラボさせてみまして、うん、演出をしてくれるんですよ、エロ。なるほど、はい、ちょっと店長のエッセンスも入ってると。そうだから、一番最初に僕が聞かれたのが、何の馬好きですかって言われて、はい、まあ、僕一番好きなのはタイキブリザードだと、はいはいはい、そういうのを多分言ってるんで、はい、それを丸投げして、ほう、で絵が完成して、はい、でそれだけじゃなくて額装もしてくれて、そこまで、はい、その額はまた馬小屋の店長が選んでくれて、店長入ってきような、入ってき、でも最高のブレーンやから。いや、ちょっといいですねこれ、うん、めちゃくちゃ大好きな絵を描くクライさんと、うん、めちゃくちゃ競馬が詳しくて、はい、何でも鑑定団でも呼ばれてるぐらいのような競馬知識王馬小屋店長がコラボしたこれ、ね、いや、ちょっとこれすごい。届きました。まだ見てないんですよそれをちょっともじゃとね、あと元マネージャーの竹内君と一緒にちょっと見たいなと、はい、いや、ちょっとこれ竹内君楽しみやね。いや、楽しみです。なんか僕でもいろいろ何頭か言ったんですよね、うんうん、それをなんか合体させた馬みたいな、うわー、ちょっとなんかこれ夢の馬みたいな、なんかガンダムみたいな超合金みたいな、ガシンガシン、新幹線、機関車、飛行機みたいな一頭の馬やけど、はいはいはい、顔はタイキブリザードで、シャドーロールは緑なんやけども、たてがみはクリゲでグラスワンダーから用いてるみたいなうわ、すごい。それも可能性的にはあるよな、はい、で、お兄さんがまた買ってる、俺が、はい、思い出え、竹内くん乗ってると思うんですけど、俺は乗ってる、馬に、はい、え俺が馬と並走してんの、馬娘が流行ってる、あ、馬娘流行ってる、なるほど、お兄さんが馬男で、馬男で、馬男、めちゃくちゃ AI で、ね、ちょっと竹内くん、芸人を超えるコメントやめてもらえる、うん、あと実際の今絵見てへんやんか、はい、
ってそれを下回ってくる可能性ある。どうですかお兄さん。いや俺はだから待機ブリザードがめちゃくちゃ好きって言ってるから、はい、俺もそこ一本に絞ってん違うかなと。なるほど。クライさんの絵は、はい、一頭がバーンって馬を追って、はい、その背景にその馬のストーリーとかがバーって散りばめられてんのよ、はい、それいいっすね。お兄さん乗ってなくて小林明さん乗ってるじゃないですか。面白い。お前これ、それ下回っていいんだ。どうすんねん。お前馬小屋店長ってなってるやん、ね、この動画見てて。ちょ見よっかも。いやもうちょっとここまでね、もう言ったらもう見るしかないですね。じゃあわかりました。今から絵を持って開封していきたいと思います。さあということで、いよいよ絵を開ける瞬間です、はい、まず大きさ見てください。大きさめっちゃでかい。まさかのでかさです。でかっ。ほんまにこれさ、ルーブル美術館とかで飾ってる額のでかさじゃない。これを描くっていうことは、はい、相当気合い入ってると思うね、クライさん。いますね、うん、じゃあ行く、はい、じゃあ行くで、ほんまに。うわ来るぞ。どんな絵や。せーの、まうわちょっとすげえ。ちょっと待って、ちょっと待って、引きで見たい。え、めちゃくちゃすごいやん、マジで。うーわ、かっこいい。これはいいですね。全部入ってるやん。小林明さんいる。これこれ俺、いや、これ小林明さんじゃん。これ俺やん。なるほど、わかった。ちょっとアメコミ風になってるな。で、僕が好きなこれ、待機ブリザード。待機ブリザードって書かれてるじゃん。うわ、なるほど。え、待機ブリザードは首がめちゃくちゃ下に下がって独特な走り方をしてて、なおかつ馬体がすごい大きかった、はい、だからあだ名が重戦車やった。ほう、戦車。うわーすごい。でロイヤルタッチ6好きで、ロイヤルタッチっていうのはウイニングチケットとかスカラシップとかいろいろ両欠の馬がいてるんやけど、ウイニングチケットの弟でロイヤルタッチめちゃくちゃ好きやってん。うわ、それがこういう勝負服やったからそのカラーにしてくれてる、はい、グラスワンダー。おお、このグラスワンダーはこの瞳とこの絵ね、流星ね、ここ、あとディープインパクト。おお、きた。かっこいい。ちょっと絵のタッチめっちゃいいな。いいやろ。ほんで待機シャトルもめっちゃ好きやから言って、この緑のラインでこれ待機カラーでやってくれてるな。でファインモーションも確かに好きやったし、言った、この馬もコバの G1 を最速で勝った、デビュー最速で勝ったやん、はいはい、ファインモーション中華賞エリザベス賞杯まで無敗で、卓球高ジョッキとか勝ったやん。へー。でここにコントレイル入れてくれてる。うわ、去年の三冠馬、無敗の三冠馬、はい、アーモンドアイ。ほー、かわいい目。ほんまや、アーモンドみたいな目やからアーモンドアイやからね。へー、強いんやけど、はい、めっちゃ女の子らしい感じ入れてくれてるね。へー、いやすごい。そしてここや、ワグネリアンでダービーウィナー。ドドドドド。でこのワグネリアンがダービーを買った時に、福永さんが初めて、はい、いやダービー制覇したから言って、僕現場にタキシードで行って、はい、めっちゃ泣いてて、うわー、ちゃんとそれが思い出が、それがカンテレのビートとかに抜かれてて、はい、めっちゃ見きたで、お兄ちゃん号泣がバズった。並走してるわけじゃない。並走じゃないよこれ。お、馬息子じゃないから。後ろ。いや、なんとか自分の案行こうとしてるやん、うん、いや馬息子ではないから。うわ、ちょっと待って、この額もさ、そうなんですよ、ゴールドやし、うん、ちょっとやばないこれ。これちょっともう想像はるかに超えてきたな。どうですか皆さん、これが、うん、クライさんと馬小屋店長のコラボです。いや、これはちょっとすごいですわ、マジで。これすごない？ほんまにすごい。皆さん、マジで概要欄にちょっとクライさんのツイッターとか、多分ね、あの映画ね、ちょこっと見れるような感じのね、URL みたいな貼り付けとくんで見といてください。あと、ついでにパパパパパフェと。ありがとうございます。クライさんのあの嬉しい。うん、なんか絵のタッチが可愛いし、かっこいいし。そうなんや、あんまこういう馬の絵のタッチ見たことなくない。いや、なんかむっちゃいいっすね。で、あと色使いと、うん、なんかそのすっごい元気出る。いや、ほんまに元気出る、うん、この縦紙をさ、要はその勝負カラーにしたりとかって、はいはい、なかなかあんま見えへん。なるほど、その表現ちょっとほんまに欲しくなる絵やし。じゃあマジで売ろうかな。いや、最低やな。もうちょっと今動画の内容書いて売ろうか。なんでそんなすぐ俺は考えてるんですか。さあ皆さん、あなたならいくらで買う。やかましいですよ。ダメですよこれ。どうですか、正直お兄さんも想像してたなんか絵と。い
や実際の絵。いやでも想像上回ったよ。いやちょっとこれはほんまにめっちゃすごい。いいよな、なんかその何やろ、年代別に食いってなんかそのアメコミみたいな感じになって、なんか絵からちょっと待機ブリザード飛び出してきて、うん、あくまでもここが主役やねんでみたいな、はい、これがクライさんやそしてプレーンは馬小屋店長や出てきた店長で金出したのはバイヤーやあんたかいグッズ売り場とかほんまに並んでたらめちゃくちゃいいと思う。いいんちゃいます。なんか T シャツとかで欲しいですね。欲しいね。 T シャツにします。勝手に決めてるさあということで、はい、今回この開封、はい、動画になるんですよね。一応開封ですもんね。そうですね。あとだからこれをどうやって部屋に飾るかやな。そうですね。チャンネルの風景としてはこれ華やかになりますよ。華やかな。いずれ私の部屋に飾られると思いますんで、またそこら辺もちょっと広告期待ということで、はい、またルームツアーなんかもね、もしよかったらやらさせていただきたいなと思っております。いいですね。ということで、倉井さん、うまうまや店長、どうもありがとうございました。最高でした。